西川の雄は、日本の漫才師である。本名、北村の雄、吉本工業所属、茨城県坂東市のネギ大使でもある。愛称は、のりやん、奈良県吉野郡川上村生まれの大阪府大阪市、宮古島区育ち、大阪市立桜宮中学校、大阪工業大学高等学校機械、工学科卒業、高校時代は応援団員として活躍し、 大きな独特のダミ声はその時から磨いていた。高校を卒業前に西川清に入門。入門のケーキは同級生と過月劇場に横山康史、西川清を見に行った際、やじったところ、清から後で楽屋に来いといじられたことにある。その後も清の楽屋をしばしば訪れていたが、このアマチュア時代の清との利用の関係はどちらかといえば、 友達みたいな付き合いだったと、ノリオは解雇している。一方、本格的に弟子入りした後は、非常に厳しい内弟子修行を行っている。こうしたアマチュア時代から、毎日放送ラジオ、ヤングタウンのオーディションを受け、頭角を現していた。清のうち弟子となり、同級生とヨドコウイチ、コウジという名の漫才コンビを結成し、経営プロダクション所属の漫才コンビとして、梅田トップホットシアターでデビュー。 その後相方の脱退で1970年11月、横中バックケースを結成、横中バックとして売れない下積み時代を過ごす。その後、再度ヨドを一として、北京にとコンビを結成、また厳しい師匠の清志に耐えきれず、実家に逃げ込んだことがあり、一年ほど清志の元を離れていたが、両親に説得され戻っている。横中バックケース時代の破天荒な講座は、 伝説となっており、初代 B&B のダン・ジュンイチや太平、サブローシローらは、それは、すごい芸やったと回想している。出だしに、自作のアカッペラソング、漫才は楽しいなを披露。本筋では、相方のケースを舞台から放り投げたり、鈍調にぶら下がってはそれを引きずり下ろす。また、センターマイクにかじりついて、フードを噛み破り、そんなことしたら、 感電するでとたしなめる相方に対して、俺は申し入れてるんじゃ。と叫びやり返す。クイズネタでは無茶苦茶な質問を相方に吹っかけた後、困惑した相方が、何の関係があるにやと返答すると、その答えを待ってたにや。と、相方の両方に往復ビンタをぶちかますなどして、新開地にあった神戸松竹座や、新世界の新花月の劇場関係者を困らせていた。しかも、 観客の受けは悪く、舞台袖から見ている芸人仲間たちの方が楽しんでいた。1975年1月、元 B&B の上方吉尾と西川則りを上方吉尾を結成、安、清、ザ、ボンチ、島田信介、松本隆介らと共に1980年代前半の漫才ブームの地位を築いた。松本隆介の隆介という芸名は、 自分が考えたと2006年4月2日の龍介のツヤの席で話している。その後、俺たち氷金属族にレギュラー出演し、ボンチおとともに、独特の暴走キャラで氷金属族になくてはならない存在となる。主に、つったかぼや、つくつく奉う西川のりおとフラワーダンシングチーム、おばきゅうなどが代表的なギャグ、氷金ベスト10では、沢田賢治役を演じることが多かった。 2004年6月27日に全国有数のネギの産地でもある茨城県坂東市からネギ大使に任命される2005年1月24日吉本の後輩で新聞読み河内温度か元の河内や菊水丸と共に東京渋谷の NHK 放送センター前の路上でゲリラライブを行い海老沢勝次 NHK 会長を通列に批判する怒りの河内温度を披露した 2015年5月16日、税金の無駄遣いを解消する大阪都構想に対して今、大阪府で5.3兆円、大阪市で2.9兆円、計8兆円以上の借金を抱えています。普通の会社だったらとっくに倒産してますよ。その原因である二重行政をなくせば税金の無駄遣いが減るのは明らか。変えなければ今のまま、借金は増え続け、 不民税、市民税がさらに上がる。そんなんいいわけないでしょ。橋本さんが主張しているように、大阪府と大阪市の二重行政がこのまま続けば、大阪は間違いなく衰退していきますと主張した。また、大阪維新の会の橋本徹に対して、都構想が決まれば、大阪市解体まで市長をやり、その後、大阪都知事を3期ぐらいはやらんと、ダメ。という希望を述べた。 若い頃は、場の空気をうまく読めずに自滅してしまうことが多く、芸人仲間やファンを泣かせた。横山康氏がそうであったように、芸人としてのキャラクターがそのまま本人の性格と誤解されがちだが、ラジオレギュラー番組、MBS ヤングタウンの相談コーナーなどでは、テレビとは異なる人柄を見せている。俺たち表金属では、彼のキレゲーがエスカレートしすぎて、収録中に、 しばしば股間を出していたが、番組放送当時のフライデーにその写真が掲載されて、以降はそのような行為を控えるようになった。EX テレビ大阪の企画、デ子シガン公開審査でも、いつものノリオと違い非常に厳しい目で志願者に、辛口のコメントを送っていることにも、説得力はあるとされる。弟子修行に関しても、横山康やオール巨人ほど厳しくないが、 批判されることが少ない。弟子に厳しいノリオもまた、西川清の厳しい修行を乗り越えて一人前になった人物である。西川清の参議院議員引退の際、政治を勉強した上で、ゆくゆくは後継者になりたいと参院選出馬への意欲をスポーツ新聞で語ったことがある。雑誌、朝日芸能で、政治コラム、西川ノリオの橋本維新ウォッチングを連載したことも、ある。アニメ、 ジャリンコジエでは一貫して主人公の一人である竹本哲也を演じている。西川は哲也を自身のライフワークであり、監督の高畑伊佐が制御した際には人生ナンバーワンの当たり役としているほか、同作品が終了した1997年には大阪の虎さんのような作品だったと述べている。アフレコでは演出の高畑伊佐からの度重なる。 ダメ出しでリテイクを出すことが多かったために、知恵役の中山地夏から、なんでこんな簡単なんができひんねん。と突っ込まれるなど、まるでリアルな鉄と知恵のやりとりもあったという、二人とも付き人として修行をし、芸を磨いた。ザ・漫才に、ノリを、吉尾で初出演した際に披露した、いわば出世ギャグである。ガラガラ声のままでこのフレーズを繰り出すのが、最大の特徴である。 もともと、若い本、ハヤトの本が使い始めたギャグ。ただし、のりおだけではなく、横山康氏や小福亭鶴光など、当時の情報芸人は、好んでこのギャグを用いていた。盗作ではなく、いわば共作である。もともと、後輩芸人、浜根隆の持ちネタ、ライオンのご機嫌用に出演した、際、唐突に使用。のりおの目論見では、スタジオは引いてしまうはずで、そこで、 面白くないでしょ。これ吉本の浜根って芸人のギャグなんですわと言って話を膨らます。つもりであった。が、司会の子坂井和樹が大受け、すかさず、のりおさん、それ新しいギャグですかと畳みかけられたため、引っ込みがつかなくなり思わず、はいと答えてしまったもの。オンエア後、浜根に謝罪したところ、どんな形にせよ、自分のギャグが世に出るのは、 嬉しいと仕様を改革してくれたので、しばらく継続して使用していた。浜根も2002年、このギャグで CM 出演を果たしている。80年代中盤の一時期、ラジオ番組などで使用していたギャグ。トーク中に、都合の悪いことを聞かれると、両手でシャッターを下ろすジェスチャーをしながら言う。1988年の東京ドーム会場後、漫才でしばらく行っていたネタである。バーン。 で大声を出して、客を驚かせる。映像の可愛いキャラクターとのギャップのある歌声で話題になった。2000年9月3日、読売テレビ放送で、テレビドラマ化。主演は、天道よしみ。21.6%という高視聴率を記録した。亡き父と母の思い出を綴った。今著、ありがとうございます。